This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の2世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。お勉強その1。ママママ、ほら見て見て、じゃじゃじゃーん。うわ、100点すごいマリン。ほらまた算数で100点取るって言っとったやろ。よう頑張ったね、2度目の100点やん。なんか楽しそうね。あ、お母さん、マリンがほら、あら、100点？えへん。えらいね。最近間違えたとことか、教科書で何度も何度も勉強したっちゃ。それ勉強の基本、迷ったら教科書に戻る。いや、世の中教科書通りにゃいかんとぞ。なんだいちゃん、どげんしたん、こげん早く。ちょっとな、部長に宿題出されたけん帰ってきたと。え、会社でも宿題とか出ると？出るわ、超難しか宿題が。うそ。マリン、なんで会社の宿題が難しいかわかるか？なんで難しいと？学校の宿題は答えがあるやろ。でも会社の宿題には答えがねえよ。え、答えないと？そう、答えがねえけん自分で答えを探さんといかん。大人になるとそげな難問が多くなるんよ。答えがないやらどうするとよ。もういいって、マリンは今答えのあるやつを一生懸命やる。教科書にある問題だけが問題やねんやぞって教えとかんと。今教えんでいい。まあね、今せっかく苦手な算数で100点取ったことやしね。ただいま。しゅんた、おかえり。メガネば買いに行ったらちょっと勉強してもろうた。どれくらい勉強してもろた？ほんの気持ちだけ。メガネ屋さんが？気持ちだけ勉強ってどういうことよ？値段をちょっと安くしたってことよ。安くするのが勉強って意味わからんし。そげん風にな、世間には教科書に書いとらんことやらがめっちゃあるんよ。じじ、メガネ屋さんが勉強ってどういうこと？あ？メガネ屋さんが近っぱ勉強して値段ば落とす技ば編み出したけん安うできますよっちゅうこった。そうやないね。勉強って言葉はね、強く努める、つまりすごく努力するってことなんよね。商売する人が努力をしてなんとか安くしますって言いよるんやない？まあ簡単に言うたらそういうこったいな。全然違うやん。こげん風にな、世間には何も理解できとらん大人もおるんよ。そういう大人にならんよ、教科書にあること以外も勉強しときなさいってこと？まあ、そうやな。お父さん、そっち側にいるんですね。プロデューサーはコウサブロー、ディレクターはボン、 AD はマイルス。ワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です。聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなる、そんなワンダフルな毎日を過ごしませんか？山口玲香のドッグモーニング、ぜひ聞いてくださいね。